ここはアドリア海に面した町ラベンナです。ラベンナはローマ帝国の時代から水軍の基地として栄えました。6世紀ビザンチン帝国がラベンナをイタリア支配の拠点にすると、町にはビザンチン様式のモザイクで装飾された聖堂や洗礼堂、霊廟などが建てられました。それらの建物は現在も残っており、ラベンナはモザイクの首都とも呼ばれています。ポポロ広場にはベネチアが支配していた時に建てられた2本の円柱があります。それではポポロ広場から歩いてガッラ・クラチディアの霊廟へ向かいましょう。この霊廟が建てられたのは5世紀の初めです。ローマ皇帝の娘ガッラ・プラチディアの霊廟として建てられましたが、後に聖ロレンツォのための礼拝堂になりました。